そうよ、わらわが美しいから。エース公開処刑の準備を進める海軍本部マリンフォードでは、3人の海軍大将を筆頭に考えうる最強の戦力が結集していた。高くそびえる処刑台の上で運命の時を待つエース、そして海軍本部元帥千石は、海兵たちの前で海賊王ゴールドロジャーの血を引くエースの出自を明かす。士気が高まる海兵たちの目の前にやがて白ひげとその傘下の海賊たちが出現。ついに海賊と海軍との全面戦争が勃発した。激戦が繰り広げられる中、インペルダウンを脱したルフィやジンベイらもマリンフォードに到達。エース救出のため猛進するルフィたちだったが、その最中海軍の策謀によって白ひげが味方に刺されてしまう。さらには処刑台への道を閉ざす防御壁が作動。畳みかけるように海軍大将赤犬が猛攻を仕掛け、白ひげ傘下の海賊たちは窮地に立たされる。それでもルフィは決して諦めず、海軍三大将との戦いで重傷を負ってもイワンコフの能力で強引に体力を回復。エースを救うため不屈の闘志で奮戦を続けていた。そんなルフィの姿に何か惹かれるものを感じた者たちは、それぞれの立場でルフィを援護すべく動き出す。海軍と海賊たちの決戦はまさに佳境を迎えようとしていた。わらわに見とれるやましい心、そなたの体を固くする。来るがよい、クジャの強さを教えてやろう。よし、俺も行くぞ。死にたい方が、今死にたいなら歓迎だよ。人に手出しはさせぬ。恋はいつでもハリケーンなのじゃ。わしは全てを焼き尽くすマグマ、逃げられやせん。光の速度で蹴られたことはあるかい？そなた一体何様のつもりじゃ。蹴られないぞ。そんなに自信があるならわしと戦ってみるといいよ。度胸だけじゃねえ、と繰り出しに戻りなよ。かかってこい。黙ってやつ。この地はもらう。わらわの美しさに免じて許してほしい。よくもわらわの愛しき人を生かしてはおかぬ。おお、これは手前ね。男など口先ばかり、失笑じゃ。やられちまったって。おいおい、マジか。調子いいの。見てみよう、この俺を。わらわの前にひざまずく。石に
になる。選ぶがよい。耳障りだ。ダメ数とも聞こえている。俺のメラメラの能力を見せてやるよ。また会いたいものだ。この男など口先ばかり、失笑じゃ。なんだありゃ、やばそうなのがいるじゃねえか。少し低下してやるとすっか。目障りじゃ。行くよ。こたばったら強えんだな、ハンモック。パス。任務開始。わらわ、怖い。この地はわらわのもの。そう決めたのじゃ。出るまでもねえと思ってたから。僕の手を出せ。これで決めてやる。わらわの通り道。仁義という名の正義は滅びん。貴様ら全員地獄に落ちるがいい。サルメ、見せよ。大体お前らあれだよ、ほら忘れた、もういいや。俺とやりきった。わらわ、控えよ。怖い。パフューム、フェムリー。少しは効いたかよ。おぉ、ナイスパー。男など口先ばかり、失笑じゃ。この地
地はわらわのもの。そう決めたのじゃ。遅くなったか。さてどこから行こうかの。わらわの通り道を塞ぐでない。仕方ねえな。またそっから強えんだな、ハンモック。まあ俺の負けだ。そういうこともある。男など口先ばかり。失笑じゃ。いい感じに攻めてんな。サルメ、油断して足元を救われんなよ。サルメ、この地はもらう。わらわの美しさに免じて許してほしい。巨人の底力、お前には止められん。徹底的にやっちゃるわい。サルメ、わしの力でな。サルメ、うっとうしい。サルメ、何じゃ。どうやっと、さすがじゃな。この地はわらわのもの。そう決めたのじゃ。間違いじゃ。よく戦った。じゃがこの勝利もわらわの美しさゆえ。見事じゃ。お前に一つ教えてやろう。恋はいつでもハリケーンなのじゃ。海賊たちに招待客を命じた白ひげエドワード・ニューゲートは海軍の追撃を一手に引き受けて戦い続けたが、
突如現れた黒ひげ海賊団の集中攻撃を浴びてついに力尽きた。ワンピースは実在する。最後にそう言い放ち、立ったまま絶命した白ひげの背中には一つの逃げ傷も残されてはいなかったという。その後、白ひげを討ち取った黒ひげマーシャル D ピーチは謎の特異体質によって白ひげからグラグラの実の能力を吸収、マリンフォードを沈めようと暴れ出す。一方で海軍の三大将は攻撃の手を緩めることなく、ルフィを逃がそうとする海賊たちに襲いかかる。泥沼と化した戦場にやがて一隻の海賊船が現れた。それはかつて少年だったルフィに麦わら帽子を預けた男、赤髪のシャンクスの船だった。新世界に君臨する四皇の一人シャンクスの突然の介入により、黒ひげ海賊団は撤退を余儀なくされ、海軍本部元帥戦国もこれ以上戦い続けることの無益を悟り、全軍に終戦を宣言。かくして大海賊時代が始まって以来最大の戦いとなったマリンフォード頂上戦争はここに幕を閉じた。ジンベエらの尽力によって戦場を脱していたルフィは昏睡状態に陥りながらも一命を取り留め、再び尿ヶ島にかくまわれる。しかし目覚めてもなおエースを失った悲しみから立ち直れず、ルフィは苦悶し続けていた。